グリフィンファントムトリガー。 What's up? Johnny Mega 45 here. Welcome back to Phantom Trigger. Yes, this is a spin-off of Grisaya, the original one. You know, the original I play. Of course, you know, you watch all my video. But I don't dare. I don't think you watch all. Let's go, continue. 続きからね。 Now they are fighting.やだ、レイナちゃん、超久しぶり、会いたくなかったわ。私だって命令じゃなきゃ来たくなかったっつーの。ぶっ殺すぞこのクフィオリ女、チョコだっつーの。つか顔ちけえし、息ふっかけんなっつーの。あんた朝何食ったの？なんか甘ったるい匂いすんし、きめえんですけど。あ、そういうあんたはちゃんと食ってんの？相変わらずチビだね。おぉ、バカなの？私に言わせりゃあんた食いすぎだっつの。何食やんな、でかくなんだっつの。ああ、これね。なんなん、相変わらずバカみたいなおもちゃぶら下げてんだ。へえ。あ、なんか文句あるわけ？いや、似合ってるよ。すっごいバカっぽいとこがチョコにぴったり。おいこら、チョコさんだろ。生意気な後輩は嫌いじゃないけどさ、私が笑ってるうちに態度直した方がいいぞ。へえ、私の場合は逆。もし私が笑い出したら死ぬ気で逃げた方がいいよ。つうか、確かにソードではそっちがパイセンかもしれないけど、こちとらパイセンが歯の矯正気にして男の前で笑えなくなってた頃からチャカ振り回してたんすよ。パイセンこそあんま私舐めてっと、もっかい歯の矯正するためにかもしれないっすよ。上等じゃん、ゴロ。そろそろ教えてやっとくのが親切ってもんなのかな。先輩の偉大さってやつをさ。二人とも、その辺にしておきなさい。だって、どこが？こいつが生意気なんだってば。どうしてこんなに仲が悪くなっちゃったのかしらね。あなたたち、昔は仲良かったじゃない。確かにね、そんな時期もありました。ありましたよ。けど最初に意見があったからこそ細かい食い違いが許せなくなるんじゃん。まあ、女の子はね、仕方がないのよ。それはひどい偏見だわ。確かに女の子は面倒な生き物だけれど、女の子を面倒にさせている大抵の原因は男よ。サナトス、is that you, Kazuki-chan? これが、棚橋システム。ずいぶんと人間臭いことを言うのね、コンピューターなのに。ベースは人間だもの。それも女の子だしね。喋らない女の方が都合がいいと言うなら黙るわよ。可愛くないわね。それ母親にもよく言われるわ。母親なんているの？なるほど。じゃあ父親はノイマンかしら。どうして私が？いや、なんで。ちょっと、この子本当にコンピューターなの？どうして国が正式に私をバッジや早期警戒システムと総入れ替えしなかったと思う？それはね、私が気に入らない仕事は全くしないからよ。使えないじゃない。欠陥品じゃない。この世にあるコンピュータなんて全部欠陥品じゃない。もしあなたが欠陥品じゃないコンピューターを作ったらノーベル賞がもらえるわよ。本当に可愛くないわね、母親にそっくり。私はクリスみたいに食べ物に釣られたふりをしてあげるほど優しくもないしね。いやよ、
それってどんなゲーム？それはいつ？そう。港湾地区周辺の監視カメラの映像記録を確認してみるわ。いやーね、いつの間にかすっかり女の子の扱いが上手くなっちゃって。何よそれ。どの指輪の話？見てジュニア、ほら新しい指輪買っちゃった。どう？似合う？そうじゃなくて、似合うかって聞いてるのよ。もうだから似合うってちゃんと言葉にしてくれなきゃ女には伝わんないからね。男ってほんとそういうとこ気が利かないのよね。そんなことあったかしらね。女ってのは都合が悪くなると途端に記憶力が低下する生き物なのよ。何それ、どういうジョーク？海から荷物を回収している人物の映像が残っていたわ。もう見つけたの？早いわね。今映像を出すわ。これでも補正してるのよ。元画像の解像度が低いからカーブレット変換でもこれが限界。電波望遠鏡の解析と同じプロセスが鮮明化できないこともないけど、これ以上は補正しても人間の目には変化を感じられないわ。海から回収してる荷物、これは人間？投げ捨てたのはきっと随伴の看護師。意識のない相手なら女一人でも作業はできるし、ストレッチャーを使えば一人で海に捨てるのも難しくはない。それにこの回収員たち、パッと見はただの港湾作業員だけど慣れた手際だし、銃を隠し持っている。でしょうね。この回収員たちはかなり訓練されているわ。監視カメラの位置を把握して姿が映らないように行動している。これは監視カメラの映像じゃないわ。貨物の受け取り待機をしていた輸送車両に搭載されたドライブレコーダーの映像だもの。アイリスロジスティックの輸送車両には2年前から GPS とドライブレコーダーが新しいシステムに乗せ替えられて、コンピュータで集中管理されるようになったの。オンライン上のデータは全て私の監視下にあるわ。私の目は全世界で88億個そこら中にあるのよ。恐ろしい子ね。この時間以降、港湾地区を出た車両は21台、そのうち貨物が運搬可能なものが19台、さらに GPS ロケーターなどで追跡可能な車両は11台。この場合追跡できない車両が怪しいってことよね。多くは個人所有の民間輸送車両ね。入港時に紐付けされているのが大半だけど、1台だけ緊急を理由に紐付けを免除された車両があるわ。その通り。なるほど。意識不明の要人を運び出すのにこれ以上ないってぐらいの輸送車両ってわけね。あなたそれ誰に言っているの？私に無理なんてないわ。とはいえ残念なことに犯人たちもバカではないようで、追跡可能な電波を発するような機器は携帯していないし、当然のように救急車のロケーターも沈黙している。安易な追跡は不可能けれど、言ったように私には全世界に88億の目があるわ。
地域と時間が限定されているのだから、救急車を1台見つけるぐらい造作もないわ。見つけたわ。今から5時間12分前の映像よ。救急車の移動速度、予想される進路上の映像をたどれば追跡は可能だし、もしカメラのない地域に逃げ込まれても現れる確率の高いエリアを統計的に推測することは可能よ。あー待って、電話。はい、ウカマ。あー、はい、その件に関しましては鋭意捜索中です。は？それは関係ないんじゃないんですかね。おい、私のことはともかく、うちの子バカにすぎるなんて筋違いじゃん。逆探知する？逆探知すればもっと深い情報が手に入ると思うけど。律儀に電話が終わるまで待つつもり？何？分かったわ、行って。はい、分かりました。まあ会計はいいわよ、うちで持つから。いいわよ、それより行くならうちの子たちも連れて行って。行けたら行くわ。どういうことです？いいけど、説明はしてもらえるんでしょうね。そういうことじゃなくて、お姉は別にあんたの下に入るのが嫌なんじゃなくて、今どういう状況なのか説明してくれって言ってるんだよ。わかったわ。マスター、私はバイクでいいんでしょ？オッケー、行くぞチョコ。ちょっと引っ張んなし、あとチョコさんな。行きましょう、パニコさん。ちょっと、そのバニコってのやめてもらえる？あら、どうして？ハルトがそう呼んでも怒らないくせに。うるさいわね。つか、そのニヤニヤした顔もやめて！それで、誰が要人をさらったかわかったの？どう違うの？軍関係なら動きに特徴がありそうなものですけど。動きに統制が取れてるというだけで識別は不能だし、着衣に具体象的なものも見られないし、肌の露出を隠すような服装では多数の確認は不可能。なんだ、結局何も分かってないのと同じじゃん。の形状からガスタバの M70 というと、シリアルナンバーが読めればどこを経由してきた武器なのか判明するのだけれど、布に包まれているし、この手の仕事で使用するのならシリアルは削り取ってあるでしょうね。つまり相手は AK 弾を使ってくるってことか。あれ当たると痛いんだよね。痛いで済むのかよ。私はほら、例のラブイボディーアーマーつけてるしね。強化合成繊維とハードプレートにダイラタンブリュー弾のトリプルプロテクトだぜ。それって50口径も止まるわけ？ちっと試してみようよ。は？全然平気だし、やれるもんならやってみろってやつじゃん。平気平気、相手がどんな銃を持ってようと撃たれるのに撃ってればいいだけだし。でも最近は敵も防弾ベストを着てるのが普通だし、釣りや葉っぱ食ってる連中なんて2、3発食らっても平気で向かってくるし。
そうなるとベスト越しに食らっても大ダメージを与えるインパクトが重要だよね。あー、それわかる。当たったら確実に相手の動きを止めることができる破壊力ってマジ重要だよね。いや、あんたのはデカすぎだし。なんでだよ。針でチクチク突き刺すより棒でドスドス突っつき倒す方が効果的だって子供でもわかる理屈じゃん。ま、9ミリで十分とか言ってるやつの意見もわからんでもないけど、ショットガン持ったシャブ中の原始人を前にしても同じセリフが言えたら話聞いてあげてもいいかな。そりゃ私だって9ミリで十分なんて言わないよ。やっぱ45口径が最強じゃん。ほら、フナ、カブ、SAA って言うじゃん。何それ、初めて聞いたんだけど。釣りはフナに始まりフナで終わる。バイクはカブに始まりカブで終わる。拳銃は SAA に始まり SAA で終わるんだよ。 SAA 使いのバニラならわかるよね。変な仲間意識持たれても困るんだけど。45口径、それは魔法の数字。コンピューター解析もない時代に人間が実践経験から導き出した理想の数字なんだよ。コンピューターの弾き出した数字だけ見て、ああじゃねえこうじゃねえって文句言うのが正義だと勘違いした連中は9ミリ持って戦場行ってこいって話だよね。それコンピューターをバカにしてる。コストとかファイアパワーのことちゃんと考えてるの。あなた45口径は9ミリ弾3発分の仕事するって。ファイアパワーとか言ってるけど下手に相談数が多くても無駄玉が増えるだけだよ。でも9ミリでバカスカ打ち返されると確かに威圧にはなるのよね。やりにくい相手という意味じゃバカにはできないわ。なんだよ、バニラは45口径の味方じゃないの。ロングコルトとはいえ同じ45口径でしょ。しかも SAA はリロードに時間がかかるから無駄玉は打たない。偉いぞバニラ。はいはい、分かったからあまり懐かないでくれる。私グイグイ来る大きい子は苦手なのよ。初対面なのに友達感覚で声かけてくるショップ店員とかと同じでほんと無理だから。なんだよもう。何の話をしてるのよ。ん？だから45口径こそ最強って話。そうじゃなくて敵がどんな連中かって話をしてたんじゃないの。ハルトもなんで黙って聞いてるのよ。で結局敵の正体は何なの。そもそもそのさらわれたトーマスとかいう男は何なの。何か重要な案件に関わっていたわけ。大体どこから出た命令なの。依頼主は誰なのよ。わからないことだらけじゃない。だからあなたたちに来てもらったんでしょ。少しは頭使って喋って。いや、その救急車の行き先は分かってるの。もちろん伊豆の別荘地までの足取りをつかめてるわ。伊豆の別荘地、なんでそんな場所に。本当にここなの。なんかクマが出そう。 No, not this song, not this song. セーブしちゃうよ。 Yes, we save first. Continue. タナトスさんの追跡によると例の救急車がこの道に入ったのは間違いないようです。ここから先には別荘が3軒、電気の使用量から推測すると、右手一番奥地の建物が怪しいですね。他の2軒は、おそらく無人かと。貸別荘ですね。管理会社はエーベルハウジング。オーナーは、都内在住の82歳のご婦人ですが、本件への関連性は、極めて低いですね。管理会社のデータベースによると、去年のクリスマスのレンタル以降、半年以上誰も借りていません。どうしてこんな山奥に。さすがに理由まではわかりません。
わかりました。私が行こっか？バニコって言わないで。私お姉の隣がいいよ。いつもそうだし、ポジション変わるとなんか落ち着かない。じゃあせめてお姉を右に配置してよ。そうしないとお姉のドローも邪魔になるし。次バニコって呼んだら撃つから、笑わないで。その必要はないかと。いえ、当たりは当たりなんですけど、もう撤収した後のようで。とにかく中を見てください。うわ、すごい血の匂い。This is an interesting music, right? Right? Oh yeah, what happened to Murasaki-chan? ですね。資料の顔写真と比べると少し違って見えますけど、本人で間違いないと思います。え？死んでるの？見ればわかるでしょ。ばっくりと胸を裂かれてるんだから。どうしよう、ね。荷物を盗まれた上に壊されたなんて、どう言い訳しても言い逃れは無理ね。いや、もうちょっと考えてみようよ。きっと誰もが納得せざるを得ない完璧な言い訳があるんじゃ。海外からの荷物なんて壊れてるのが普通ですよって。うちはこの状態で受け取りましたけど、出荷元にお問い合わせください。とか？無理ね。無理か。はい、確かに。何が？そっか。最初から殺す気だったら、わざわざ運ばずに港でも殺せたわけだし、看護師がグルだったなら、そもそも陸揚げするまでもなく殺せただろうし。つまり、生かしたままここまで運んでくる理由があったということね。で、生かしておく理由がなくなったから殺した？この荷物が何か情報を持っていて、それを聞き出してから殺したとか？いえ、彼は半年間意識不明だったんですよ。情報を聞き出すのは不可能かと。ですね。殺害目的なら、ナイフで心臓を刺せば済みますし、怨恨などの理由が付随する場合、多くはもっと激しく損壊するものですよね。ていうか、ちょっといい？ちょ、レナやめなさいよ。いや、不謹慎だとは思うけどさ。そうじゃなくて、現場を汚染しない方が。それより、これ、なくない？ないですね。何がよ。どういうこと？なんかさ、血の脂っこい匂いとは別に、嫌な匂いがしてきた。こういうの、なんて言うんだっけ？気な臭い？そう、それそれ。なんか気な臭い感じ。ねえ、レナ。気な臭いの気なってなんだか知ってる？え？知らない。じゃあ、うさん臭いのうさんは？知らない。なんだ。へえ、知らないんだ。なんだよ。じゃあチョコは知ってんの？当たり前じゃないバーカね。ちなみにシャラ臭いのシャラってのは。ねえ、その話まだ続く？どう？犯人見つかった？うちの荷物。心臓が抜かれてるんで、私もさっきそのことを連絡しようと電話したんだよ。いや、疑ってるんだ。
確かにそうだけど、それはあなたに言わなかっただけだし、聞かれなかったから答えなかっただけ。言っておくけど、私、あなたに嘘をついたことなんて一度もないわよ。とりあえずあの後、今回の仕事の仲介人を捕まえて全部吐かせた。依頼主のサーズの交換ってのは、仲介人も名前を知らなかったみたいだけど、荷物の本命が心臓で、器ごと運ぶ予定だったってことは、はっきりしたわ。それで、国内の心臓移植待機者リストを調べてみると、石部光則氏の名前を見つけたわ。そう、現行サーズの局次長よ。去年体調を崩されてから入院されているとは聞いていたけど、心臓が悪かったみたいで。それ遠回しな暗殺じゃない。この電話の前に石部氏本人に直接電話して確認したわ。荷物のことで話があるって言ったらすぐ本人に繋がったわ。もうね、夕方までに必ず取り返せって石部氏カンカンよ。もし取り戻せなかったら代わりの心臓を差し出せって言われたわ。国内での移植待機リストを見ると石部氏の順番は2000番台で、一月後には1000番台に繰り上がる可能性が高いけれど、そこまで待っている余裕はないらしいわね。海外だって心臓の数は足りてないわよ。だから待機リストとは別に、違法ギリギリの強引な手段で身内から心臓を賄うことにしたっていうわけ。誰かがポッといなくなっても探すやつはいないのがうちの会社だからね。実際そのトーマスって男、書類上では8年前に死亡していることになっているし、私だってそう思うけど、そうもいかないのよね。もうお金も受け取っちゃってるし。そういうことは聞かないのがマナーよ。それにあなたたちだってそのお金でご飯食べたじゃない。そう、石部氏にもらったお金で支払ってた。別に私だって鬼じゃないわ。食べちゃったものを返せとは言わないし、食べた分だけしっかりと働いてくれればそれでいいのよ。働かざる者食うべからず、食った者は死の子の言わずに勤労に努めるべしよ。確かハンバーグと若鶏の鉄板焼きのミックスグリルとライライスを、ナポリタンスパゲッティの大盛りと小エビのカクテルサラダを頼んで、でも足りないからってエビフライのついたハンバーグも頼んで、バナナパフェとモンブランを2個ずつ1人で食べた子がいたわよね。え？なんでじっと私を見てるの、マスター。そうそう、諦めて話しなさい。もう摘出されちゃったってことは、3時間以内に取り戻さないと心臓が使い物にならなくなるわよ。急いで。あら、私だって遊んでるわけじゃないのよ。誰が石部氏の心臓を盗んだか、それを調べてるんだから。今回の取引の仲介人に詳しい話を聞こうと思ったんだけど、2時間前から捕まらないの。じゃあとにかく急いで心臓を追いかけて。行ったと思うけど、あまり時間がないね。
ハルト、ねえ、聞いてる？だから、これからどうするつもりなの？今さら追いかけて追いつくわけ？そうね、彼らが国道から別荘地につながる側道に入ったのは確認したけれど、心臓を摘出した後、また国道に戻ってきた様子は記録に残っていないわ。つまり国道には戻らず、そのまま林道を移動している可能性が高いわね。何のためにわざわざそんな足場の悪い道を？カメラとか人の目に触れたくないからでしょ。少しは頭使って発言してもらえる？キラッ。取り出した心臓を石部氏に高額で売りつけるつもりでは。石部氏に対して何か政治的な要求を通させるためとか。そんなの全部勝手な想像じゃん。それより逃げた連中がどこに行くかでしょう。別荘地から抜けるための林道の出口は6カ所。救急車の大きさを考えると、車両で通行可能な出口は N1 出口、E4 出口、W3 出口の3つ。あとは山頂付近にある山荘にはヘリコプターが離発着できるヘリポートがあるわ。そこで心臓を受け渡して空輸する可能性を含めると4カ所のポイントね。山頂には眺望観測用のライブカメラがあるから救急車が来れば確認はできるけど。あるわよ。いえ、正確にはないのだけれど、ないのなら用意すればいいのよ。カメラを呼ぶのよ。もっと人的な方法かしら。あ、ゲトモ？ええ、そう。ほら、私たちが通信に使ってる端末にファナトスアプリってあるじゃないですか。あ、そっか、その手があったか。ファナトスさん、やばい。え？何？レナですら気づいたのに私がまだわからないってどういうこと？ですらって、トーカってあれだよね、基本的に私のことバカだと思ってるよね。そんなことないわよ、レナはバカじゃない。はい、自分で言ってみなさい。そう、レナはバカじゃない。いや、あんた今バカにされてんだよ、気づきなさいよ。あれ？そのタナトスアプリの中にゲットモンスターっていうゲームがあるんですけど、それって携帯端末のカメラを使ってモンスターを捕まえるゲームなんです。つまり山の中にレアモンスターを配置して、その情報を近隣端末に送信すれば、カメラ付きの携帯端末を持った人間をある程度こちらの自由に移動させることができます。ゲットモンにそんな使い方があるなんて、恐ろしい子。何を言っているの？ゲットモンスターはもともとカメラがないポイントにカメラを持った人間を移動させるために開発したアプリよ。怖いよ、私そんなこと知らずにキャッキャ言いながらモンスターを追っかけ回してたよ。ハナトスさん怖い。私の寝部と男の部屋のベッドの下は覗き見ない方が人生の幸せよ。現在周辺の端末位置情報から指定場所に急行させられるカメラは約80台。10分もあればライブ映像を得られるわ。
もう始めてるわ。美浜のタナトスシステムか。便利ね。うちでも使わせてもらえないかしら。あら、あなたが毎日仕事で使っている PC や通信に使っている電話端末にも私はいるわよ。え？だって、私に一度も声をかけられたことがないって言うんでしょ。それはそうよ。神様だって誰にでもお声をかけてくださるわけではないでしょ。それと同じこと。やっぱこいつ自分のこと神だと思ってるじゃん。都合のいい時だけお願いされて利用されているという意味では同じようなものじゃないかしら。それとも何かあるたびに私に話しかけてほしいの？ハルト、電話よ。ね、いちいち鬱陶しいでしょ。それが分かったら神様とお話がしてみたいなんて気軽に言い出さないこと。遅くなってすまない。いろいろ調べたよ。そっか、もうそこまでたどり着いてるならその辺の情報は軽く流して説明しても構わないかい。今回の仕事の依頼主は持病の心臓機能不全で心臓移植を待ち続けている SARS 交換石部光則氏だってことまでは分かってるね。Made that we're gonna end the episode here. Thank you for watching my video. My video are just for fun. Yes, that's right. Fun. Don't take heart, brothers and sisters, okay? Man, keep word time. Adios, Formosa.